早いね。まだみんな来てないよ。お祝いしてくれるらしいんだけど、なんだか照れくさいよね。私はさっき来て雑誌を見てたとこ。誕生日だからちょっと気になって見てたんだ。乙女座の運勢すごくいいみたい。確かにラッキーデーなのかもね。みんながお祝いしてくれるんだから。それにルビーちゃんの誕生日もあさってで、同じ乙女座なんだよ。二人ともいい一日になりそうでよかった。前に乙女座について調べたら理想主義者って書いてあったんだけど、そんな風に見えるかな。一つ一つ年を重ねるように夢も一つ一つみんなで叶えていけたらって思うけど、それに今もこうして一つ夢が叶ってるしね。こんな風にみんなからお祝いしてもらえるなんて嬉しいな。そういえば前にチカちゃんがミューズの小鳥さんと同じ星座で羨ましいって言ってたっけ。やっぱり憧れている人と同じ星座だと嬉しいのかな。でも私は同じ星座かどうかより相性の方が気になるかも。あなたは何座だっけ。みんなが来るまでまだ時間がありそうだから、二人の相性占いでもしてみる。